は。今日はですね、ワールドサイクルでディスク仕様の、感染者を購入された方のために、前後輪の取り付け方を紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、まずは、箱から、自転車を出してください。シートポストサドル、あとシートピンですね、と 4mm アーリンキーが入っていると思います。前後輪を取り付ける前に、この自転車を逆さまにするためにこのサドル取り付けたいと思います。エアロ系のシートポストの時の注意点なんですけれども、まずこのシートポストを先に入れてください。でそこからシートピンを、挿入していきます。でここで注意してほしいのが、インサートラインっていうのが、どのシートポストにも大概入ってます。で、これ何かと言いましたら、ここまでは必ず入れてくださいよっていう、ラインなんです。なので、まあ一番高いところで止めましょう。このあたりで、まあ止めておいて、ピンを差し込みます。仮で止めるので、まあ高い状態でも全然問題ありません。で、止めていきますね。まあ、ちょっとこれ 4mm のアレンキ入ってますけども、ご自身の使いやすい工具でやってください。こんな感じで仮止めしていきます。でそこでこの自転車ひっくり返します。よいしょ、こんな感じですかね。では逆さにした自転車の、まあ、この梱包材ですね、先に外していきます。この、スルーアクスルを、まあ、これよく見ましたらクローズってこっち側にクローズ書いてあるんですけど、逆の反時計回りにくるくる外していきます。この状態ですね。あと梱包材もこう外してもらいます。ではこのダミーローターをまず外してください。これですね。フロント側なので、ギアが付いてないこの車輪を、取り付けます。このブレーキキャリパーがある方に、ディスクローターを持っててください。するとここに溝が切ってあるのですぐにはまります。そこでスルーアクスルをこうコンコンコンと入れていきます。で今度は、先ほどは反時計回りでしたけど、今度は時計回りにくるくるくるって回してください。まあ、こういうところでちょうどよくなってしまうときがあるので、その際はこいつを引っ張っていい位置に持っていってください。では次に後輪を取り付けます。まずは梱包材外していきましょう。こうやってここにくっついてるだけなんで、行きましょう。はい、次はスルーアクスル抜いていきます。ここにチェーンがかかってると思います。でこのチェーンがこのまま抜いちゃうとパチンってこうたわみますよね。それを防ぐためにこのプーリーの一番最後のプーリーのところをこういうふうに押してあげると緩みますので、この状態で一緒です、前輪と一緒です。反時計回りに回していきます。そうすると優しく取れますので、優しく戻してあげましょう。ではギアも、ダミーローターを外しますですね。はい、これは保管しておきましょう。では次に、後輪をはめていきます。ディレイラーのこの部分ですね、こうクッと持ち上げていただきまして、このトップ側をはめていただく。でここで注意なのが、ディスクの、ローターと、このスプロケットのところちゃんと合わせてはめてください。最後にまたこのスルーアクスルをくるくると入れていただくと。こんな感じですね。これで完成です。